わかりました。はい、成島さん、こんにちは。こんにちは。今日はどんなお悩みがありますか。ですね、私はですね、ロングアイアンがですね、はい、ちょっと苦手でして、はい、まあ、安定しないので、はい、ぜひそこを見ていただきたいなと。あ、なるほど、わかりました。では早速なんですけれども、はい、5番アイアンの方、はい、ちょっと見たいと思いますので打っていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。わかりました。はい、成島さん、先ほど早速打っていただいたんですけれども、基本的には悪くなかったと思います。はい、ただ3つぐらいですね、ちょっとお直ししたいポイントを見つけましたので、これからじゃあその辺お直ししながらまたやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ポイント1、アドレスではボールの位置とフェースの向きに気をつけよう。成島さん、まずこのアドレスの時のボールの位置なんですけれども、少しこうボールが左にありすぎる状況であります。今ここがご自分のいつも通りのボールの位置なんですけれども、それですと少し左すぎて少しフェースが開いている状態になります。なのでボールあと2つ分ぐらい、まあ、真ん中よりちょっと入れていきます。そうすることによってフェースの開きやこのハンドファーストの具合ですね、これが結局手元が下がってしまうとダメなんですけど、元の位置にあるとしっかりフェースの向きとボールの位置の関係性が良くなりますので、はい、これが綺麗なスクエアアドレスになると思います。ポイント2、バックスイングは軽やかにテンポよく。まずバックスイングのスピード感、テンポのところなんですけれども、少しバックスイングの時に大切にゆっくり上げすぎてるちょっと傾向があります。なので、まあ、一回ちょっとボールから離れていただいて、まあ、素振りの仕方のところからのちょっとイメージ作りなんですけど、まあ、皆さん大体素振りの時ってこうアバウトな軽やかな素振りをされますよね。この時に例えばヘッドを一回前に出してからちょっとこう勢いつけてバックスイング入ってみてください。はい、一回ヘッド出して、はい、素振り、そうです。はい、もう一回お願いします。前出して 1,2、 そうですね、それぐらいのテンポ感で実際も打っていった方がいいと思いますので、いいですか。まあアドレスします。そこから1で前に出して、はい、いきます。はい、 1,2,3、 そうですね、それぐらいのテンポ感だとすごくこうゴルフがなんか簡単そうに見えます。はい、もう一回やってみます。アドレスして1で前出して、はい、2で上げて3、お、いいんじゃないでしょうか。 1,2,3、 1,2,3。 ポイント3、バックスイングでは積極的にコックを使いましょう。バックスイングの時の、まあ、手首の硬さといいますか、ちょっとコックが遅めなんですね。その分こうノーコックで行き過ぎていて、入りもヘッドの落ちがちょっと早くなってダフるっていうことがちょっと先ほど多かったので、アドレスしてバックスイング上げていく時に腰のラインを越えたらもうシャフトを早めに立たせたいです。そうです、この形をちょっと作りたいんですけど、ではそのためにはどうするかっていうと、あまりこのグリップの握りを強くしてしまうとどうしてもコックってできづらいんですね。なので、まあ、ヘッドの重さを感じるところも含めて、はい、グリップはちょっと柔らかく、そうです、でこうやって握ってあげてバックスイングが上がってきた時にもうここからはヘッドが上に行きます。そうです、手元とヘッドの位置関係はこれぐらいですね。そうするとしっかり左腕とシャフトと90度の角度ができて、少しダウンブロー入射角をキープしやすくなりますので、上げていくときに、はい、ここから手首を柔らかく使っていきます。
で鳴島さんの元々のアドレスの形ですとどうしてもしっかり芯に当たってもですね適正の5番アイアンのロフトよりも寝て当たってしまうので右目にちょっと弱くこう高く飛んでしまうことが多いですね。そうすると飛距離のロスが非常に大きくなってしまいます。なのでボールを、少し真ん中寄りに寄せてフェースをしっかりかぶせる、こうやって構えることによってしっかり強い弾道ですね、あまりこう高く上がりすぎない、なおかつこうあまりダフりすぎない、これでボールのミート率がすごく良くなると思いますので、これがポイント1のおさらいですね。鳴島さんの場合はバックスイングのテンポ感のところなんですけれども、最初はやはり少しこう大切にゆっくり上げすぎていたので、これを素振りのところで少しお直しする方法をやりましたね。バックスイング上げる前に一回ヘッドをちょっと前に放り出します。これを1と数えて2、3、これを1回、2回、1、2、3、このテンポ感で素振りをして、本番も実際そのテンポ感で打てると、シャフトのしなりやヘッドの重さですね、これを感じやすくなることによってしっかりこうボールを強く弾きやすくなりますので、飛距離アップにつながっていけると思います。では1で1回ヘッド前に出しますので、1、2、3、このテンポ感でいきます。1、2、3、構えて軽やかに1、2、3。バックスイング上がる時のですね、コックの、角度スピードですね、どうしても鳴島さんの場合はずっとノーコック気味にトップまで行ってしまって、降りてくる時もノーコック気味に降りてくるので、どうしてもこう手前から入りすぎるダフリーですね、ここのミスがすごく多かったので、バックスイング上げると同時にもう早めにシャフトを立てる、こういうイメージでいくとしっかり左腕とシャフトのこの角度ですね、ここをキープして打っていくってことが大事になります。シャフトの向き、コックの角度をチェックするのにはまずこのスティックですね、スティックとクラブ、これを一緒に握ります。それで手首を柔らかくバックスイングを上げていきます。そうするとこのスティックがしっかり早い段階で地面を向くようになります。これがどうしてもコックが遅いとなかなかスティックが地面向かないですね。これを早い段階でしっかり下を向く、こういうドリルをしてみると手首の角度しっかりキープできると思います。鳴島さんお疲れ様でした。ありがとうございました。今日はですね5番アイアンの、ショットのちょっとアドバイスポイント3つですね、させていただいたんですけれども、実際打った感じの感想をちょっと聞かせていただいてよろしいですか。そうですね、改善前はちょっと硬かったイメージだったんですけど、教えていただいてからはかなりスムーズに、クラブが抜けるようになったのと、あとは力まず、売れるようになったのがかなりの進歩で、ボールもかなりまっすぐいけるようになったので、そうですね、嬉しいです。よかったです。ではこれからもですね、今日やらせてもらったポイント3つ、忘れず、素振りのところ、アドレス、コック、それしっかり頭にこう覚えて練習してみてください。はい、今日一日ありがとうございました。ありがとうございます。わかりました。